Carol King. It's called Star Collector. Hello. It's been nice knowing you. She's a star collector. She only aims to please young celebrities. Yes, she's a star collector. I kinda love her. Well, I just don't respect her when everything is going my way. She wants to be本当に懐かしい感じですけども、素敵なバルディ、そしてスターコレクターという素敵なバルディがトミー・ボイスの作品で、スターコレクターのキャロル・キンの作品だった本人たちと言いますね。はい、しかし分かりやすい英語ですね。ブリティッシュ・イングリッシュ。なるほどね。でも大体聞かれますね。嬉しいですけども、この後どんなこと言ってますか。はい、ベイビーはモンキーズ解散後ですね、スタジオを旅行したそうです。はい、オーストラリア行ったり、イギリスに帰ったり。はい、そしてその後トーストというバンドを、結成して、まあ世良政則と、そうですね、熱い人かすみません演奏活動をしていたそうですけれども。はい、このトーストというバンドの名前の由来は、トーストパンが嫌いな人はいないと思ってつけたんだということなんですが、これはもうイギリス人的考えであって、日本人のグループがご飯っていう名前をつけるのと同じようなものなんですけれども、そういう名前の由来だそうです。その後ですね、まあトーストというグループと一緒に演奏活動をしながら、劇にも取り組んでいたんですね。主にあの子ども向けの劇で、ちょっと前までは王子様の役をやっていたりとか、はい、そういうような、お子様に楽しめる、はい、劇をやっていたそうです。その後ですね、あの最後になってしまうんですけれども、デイビーから日本の皆さんにメッセージをいただきましたので、それを聞いてみてください。はい、You know, I'd like to thank all my fans in Japan for sending me so many letters. I hope to eventually answer all of them.It's been really nice being able to share the monkey shows with you once again, and I feel very happy that I'll be coming over to do some concerts so that we can all meet and we can see each other in person. You know, I've toured quite a few places in Japan. I've been to Tokyo and Osaka and Kyoto and Sapporo.もう今週ですか、日本に来ますよね。はい、その時コンサートで会えることを楽しみにしていますと言っています。彼は何度も日本に来てるんですけれども、東京、大阪、京都、札幌行ったことがあるということで、一番エキサイティングしたことは新幹線に乗ったことだと言っていますね。東京は一番長く滞在していたので、いろんなところを知ってるということで、銀座の美味しいレストランは全て知ってるということなので、ファンの方はね、銀座周辺をうろうろしていればデイビーに会えるんではないかということですけれども、っていうことを言ってます。なるほどね。新幹線ね、この間乗りましたけど、僕はエキサイトしませんでしたけど、眠かっただけでございましたけど、そんなことね、言ってる感じでございますけど、しかしあのデイビー・ジョーンズ、この番組これだけやったら来てくれるといいなみたいな気持ちいたしますけどもね。やはりそれで本のタイトルって何と思うんですか。いや、どうしようかと思ったんですかね。いろいろ問題があるでしょう、やっぱり。うん、まあなたが好きっていうね、問題が業界の問題があるわけ。著作権と称する。ああ、そうか、めんどくさいんだ、そういうの。うん、なるほどね。今、検討中です。そうか、なんかいいタイトル、僕もじゃあ考えてあげましょう。うん、ありがとうございます。お待ちいただきましょう。Buckwheat.
ジョンズの一番新しい曲です。これは何ていうか、恋するデイビー。恋するデイビー。これのこの前、今年あの来日、まあもうすぐですね、入院してる前の写真がばっかり。なるほど。これ日本だけで今のところに。なるほどね。その来日についてじゃあスヌーピーから詳しいこと教えてください。はい、じゃあ日程を言いましょう、はい、4月の28日火曜日4時半6時半芝郵便貯金ホール、そして30日木曜日これも4時半と、そして7時ですね、久保高堂、そして5月1日金曜日4時半6時半芝郵便貯金ホールと、1日2回公演3日間やるんですけれども、すでにソールドアートだそうです。すごいな、はい、まあ、寺尾明かデイビー・ジョーンズかって感じでございますけどね全部ソールドアウトなのそれ。そうです。じゃあここで別に告知しても何の意味もないですねまあチケット買えなかった人はね、あの入り口で待ってて来るしかないというそんな人気だったら来る話じゃなかったな。デイビーがですね、あのもうモンキーズのヒット曲をたくさん歌ってくれるそうなので、ファンの方期待してるんじゃないかなと思います。結構練習してるんでしょ今頃ね。そうですね、このレコーディングはあの、はい、私があって次の日に、はい、ロンドンのソーホスタジオで、ソーホのスタジオで録音したそうです。なるほどね。結構いい曲ですね。結構ちょっと余計ですが、いい曲ですね。ちょっとシンフォニックですね。ね、イントロは好きじゃないけど、メロディー自体は好きですね、僕これは。結構いいんじゃないですか。なんて感じでございますけどね。今日はそういうわけで、なんかあの、デイビー・ジョーンズさんから、この番組を聴いてらっしゃる皆さんのなんかプレゼントがあるみたいな噂も聞いたんですけど。はい、サイン入り色紙、3枚持ってきましたので。それいただけるんですか。はい。じゃあ私が3枚もらって、うちに買って。それは本当に本人が書いたんですか。私がちゃんとこの目で見て書いてもらいましたので、はいはい、イギリスにも色紙ってあるんですか。私が日本から持ってきましたそうだろうと思いました。いくらなんでも。それじゃあですね、一つこの番組聞いてらっしゃる皆さんにですね差し上げたいと思うんですけれどもね、はい、ただデイビー・ジョーンズって書いてあるだけでしょ。そうですね、それだけでもかなり価値があると思うんですけどもそうです。モンキーズって書いてあります。モンキーズって書いてある、はい、あの原はじめさんなんかねサインすると知ってます。昔はですね、もう20年くらい前まではね、バカ丸出しって書いてあったんですよ、バカ丸出し花始め。それからあとはずっとあっと驚くため頃花始め、今だに書いてるんですよあの人は。まあそれに近いものがありますけれどもね、デイビー・ジョーンズ・モンキーズのサイン色紙ですね、欲しい方は郵便番号107東京都港区赤坂 TBS ラジオ近田原のセンセーショナルパック、デイビー・ジョーンズのサイン希望と書きの上ですね、おはがきをお待ちしております。まあ今日は八木誠さん、そしてスヌーピーさんに来ていただいておりますんでね、今日はこの後また何となく曲をかけてチンタラチンタラとやっていきたいなと思っております。とりあえずどうもありがとうございました。どうも。